はい、稽古物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の新列車です、今回もですね、弊社のお試し体験に来ていただいた、笠原さんのインタビューですね、はい、お送りします。笠原さんよろしくお願いします。お願いします、はい、今回はですね、はい、この動画をご覧になっている、はい、皆様にですね笠原さんの方から、はい、まあ、あのお仕事を探している求職者に対して一言お願いいたします。はい、はい、まあ、経験者の方はもう当然その分かってるかもしれないですけど、はい、あの経験したことない方でもなんかそのなんていうんですかね、決して難しい、うん、あの仕事ではないと思うと感じたんで、まあ、一回本当ポンとこう、まあ、本当にお試しでもいいですし、はい、はい、うん、もう本当そのかしこまることなく軽い感じで来て、うん、で、まあ、その仕事内容を見て、でなんかその結構僕は仕事内容も、あ、うん、僕もこれならできそうだなっていう感じだったんで、うん、まあ、そういう感じで来てみて、うん、まあ、自分の中で判断してっていうところでなんかまあいいのかなっていうので。なるほど、ね、はい、割とその手つけやすいというか難しい仕事ではないと思ったんで、うんうんうん、はい、結構どなたでもやりやすいのかなっていう感じはしました。うん、なるほどですね。はい。ありがとうございます。はい。笠原さんのインタビュー、長々とどうもご協力ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい。またお願いします。